青木おさむ、暴言連発で大炎上、GoTo トラベルで。テレビ朝日のモーニングショーにおいて、青木おさむさんが GoTo トラベルについて次のような発言をしてしまいました。GoTo なんてやってる場合かっていうのが基本的な認識だ。沖縄で陽性者、感染者が増えたっていうのは、一つにはおそらく推測だけれども、GoTo、それから米軍基地でも発生というのが、 原因ということが考えられる。菅官房長官が冷淡だ。辺野古の基地の問題なのか、ものすごく冷たい。原因と思われるような GoTo とか米軍基地の問題を踏まえると、沖縄を放っておくというのはまずいので、政府の力で対処しないと大変なことになるとなっておりまして。青木さん、一切事実に基づかず、憶測、推測で、 発言されれててしままっておらすすが、まあ、さらにですね、沖縄県の問題を日本政府の問題だと責任転嫁しようと画策しているように見えてしまいますけれどもこの沖縄県における感染拡大の原因の一つとしては沖縄県が希望者に対して PCR 検査を認めてしまったことなんじゃないかと見られております。沖縄県が希望者に検査を認めた結果、 検査場に人が殺到し3密となり感染拡大が発生したんじゃないかと思われますがこのような事態を受け沖縄県の玉城デニ知事は医療崩壊の恐れがあるとして PCR 検査を制限すると表明しましたまた GoTo トラベルそのものについては政府が事業者に対しても おお客様に対対ししてても感染症対策を徹底すするよう要請しておりますまた政府の資料を見ますと沖縄県の経済右のグラフを見ますと緑色の部分が主に観光業に関連する業種になりますが全国平均と沖縄県の数値を比べますと明らかに沖縄県は平均と比べ 観光に依存しておりますので、玉城知事ですら沖縄の経済が観光に依存していることを理解しており、GoTo ト,トラベルをやめろと主張しておりません。青木さんはですね、まあ、こういった記者を、ジャーナリストを自称して何らかの 主張をされるのであれば、取材をして事実に基づいた主張をするべきです。憶測、推測で主張するのは記者ではなく、無責任にプロパガンダを垂れ流す左翼の活動家と変わりません。青木治さ,さんには、ジャーナリストを自称し、記者を自称し、公共の電波を使って、 何らかの主張を行うのであれば最低限取材をし事実に基づいた主張を今後は行っていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました